これめちゃくちゃ値段と合ってないぐらいクオリティ高いやみたいなのが、絶対これは1着から買っといてほしいなと思うぐらい、まあこれ神アイテムになってくるんじゃないかなと思います。で、はい、本日ですね、ユニクロで思わず買ってしまった神5のアイテムをご紹介していきたいなと思います。ということで、ユニクロ僕あんま普段やらないんですけども、今回パッてユニクロ行ったら、これめちゃくちゃ値段と合ってないぐらいクオリティ高いやみたいなのが5つありましたんで、まずさっとご紹介したいなと思います。1つ目がね、こちらのニット、そして2つ目がもう少しウール感のあるような、ニット、そして3つ目が同じくニットに見えんねんけど、実はこれコットンなのでガンガン洗濯できるっていうタイプのやつと、4つ目がこちらのデニムジーパンになっておりまして、最後がパジャマですね。以上5点でご紹介していきたいなと思うんですけどもね、わりかし普段僕洋服レビューしてるのって値段がある程度するものが多くて、それなりに原価が高かったり生地代が高いものばっかりを紹介することが多いんですけども、まあ、今回いろいろ触っていく中で、ユニクロも値段層多いなってやつもあれば、もうこれめちゃくちゃクオリティ高いやんっていうのもあったりするので、多分特にテキスタイルとか生地メーカーで働いてる人はもう首がもう折れるぐらいうなずく話になるかなと思いますので、まあ、そんなことでやっていきたいなと思います。でね、今紹介した中で今回ジャケットっていうのが、例えばこのブロックテックパーカーっていうパーカーであったりだとか、それ以外にやったらこのニセバブアみたいなね、こんなんがあったり、これ正式名称がユーティリティショートブルゾンっていうのがあったり、それ以外にやったらフリースとか、ユニクロといえばあると思うんですけど、僕はね個人的にユニクロといえばジャケット弱いって思ってるんですよ。だからこの今回ブロックテックとかも、やっぱ化学繊維は弱いなって思うし、このユーティリティは化学繊維ではないんですけど、まあバブアの本物持っててこれ買うかって言われたら、まあ買わないと思うので、ちょっとやっぱジャケット弱いなと。でそれ以外にやったらフリースも、そのフリース風でモコモコしてるだけじゃなくて、ちゃんと機能のあるやつを買っていってる方からするとちょっと物足りないかなと思いますので、今回ジャケットも全く気になるアイテムにはならなかったんで省きました。でニットがやっぱりめちゃくちゃ強いんですね。とにかくニット強いです。まず一つ目こちらからいきたいなと思うんですけど、正式名称エクストラファインメリノクルーネックセーター、値段が3990円ということで、ちょっと一回着てみたいなと思います。はい、まあこんな感じなんですけども、これねもう考えられへんぐらい原価めちゃくちゃ高いと思うんですよ。っていうのもメリノウールっていうやつが、普通のウールっていうやつよりもさらにこう毛の細い長いやつになってて、より着心地が良かったり、より希少性が高いものになってるんですけど、それがメリノウールってやつなんですけど、それを3990円で出すって、ちょっとこれ柳井さんほんまにね、正気の沙汰じゃないんですよっていうぐらいめちゃくちゃすごいので、これはあったら買うべきやなとは思うんですけども、ただメリノウールって言ってるんで、ウール僕はいつも動画では紹介しないんですけど、なんでなんかっていうと、やっぱり縮みが起きやすいっていうところにはなってて、保温力は高いんですけど、元々の毛っていうのがこの縮れてる状態じゃないですか。だからそれを無理やり伸ばしてるので、洗濯とかするとまた縮んでいくんですね。くるくるっと戻っていくので、どうしてもこう縮みが全体的に出てくるっていうところがね、気にはなるんですけど、ただその中でもこうメリノウールは縮みにくいっていうのが有名で、まあ某ノースフェイスとかね、某アウトドアブランドとかが結構このメリノウールっていう素材を使った、アイテムを出してるんですけど、実はこれ冬だけと思われがちなんやけど、暑い時とかにも汗吸ってくれるとかっていう、結構万能なんですよ。だから生地根からしても高いし、あとなおかつシンプルやから結構大人の人も着やすいってことで、アウターは結構ねいいの持ってはる方、僕の視聴者さん非常に多いと思うので、インナーでこういうニット系で、ニット系でこれも縮むの分かってるから、メリノウールで普通のセレクトショップやったら多分1万後半から2万円ぐらいでは買えると思うんですけども、まあ3990円やったらもうワンシーズンでええかっていう感じでもいいかなと思うんですね。であえて今回この横にも出てますけど、プレミアムラムクルーネックっていうのを入れませんでした。セーターを入れませんでした。なんでなんかっていうと、これも値段的にはあんま変わらへんんですけど、これはとにかく毛玉ができる、そして縮む。だからもう縮むの僕大嫌いから、縮むし毛玉できるんやったらもうほんまに何回かしか着れないので、いかにもウールっていうのはまあ個人的にあんま好きじゃないので今回選びませんでした。やっぱりある程度のいい質のやつってなってくると、これはもう真っ先に入ってくるんじゃないかなっていうのがまず一つ目で、二つ目っていうのがこちらね、正式名称がカシミヤクルーネックセーターということで、これも同様にカシミヤっていう、まあ原毛はねかなり近い糸にはなってるんですけども、ウールとカシミヤやったらもう考えられへんぐらいカシミヤってもうまたまた希少性高いんですよ。だからそもそもそれがこの値段とかで、これちょっと僕セールで買ったのかな分からないけども、ここ5990円ってここには書いてあるんですけども、定価でこれ1万円切ってたらもう買いやっていうぐらい、もうコストパフォーマンスにもうめちゃくちゃ優れてるニットなんで、これもちょっと一回着てみたいなと思います。はい、とまあこんな感じなんですけど、僕は基本的に全部XL でニットは着てると思うんですけども、これも XL で着てます。でさっきのやつ何が違うのって言われると、さっきのねこの毛足見てほしいんですね。これあんまり起毛感ないですよね。で対してこっちの方、ちょっとボコボコしたこう起毛感のあるようなウールっぽい素材になってると思うんですけど、こっちの方が断然暖かさはあるんですけども、暖かさはあるんやけども、この1枚で着れないっていうね。このメリノウールは全然1枚でもう素肌でパンって着ちゃっても着心地いいんですけど、カシミヤの場合は少し、まあ、ウールもそうなんですけど、 T シャツとか着といた方が、まあ、着心地はいいんじゃないかなっていうところで、保温力は高いんですけど着心地求めるんやったらさっきのでも全然いいんかなっていうところで、まあ、どっちにしても希少価値めちゃくちゃ高いんで、普通にまあ2万円超えてきておかしないというか、2万円超えてて普通でしょっていうぐらいなのに、1万これで切ってんのって思ったら、まあ間違いなく買いっていうことで、ユニクロ特にこのニット強いので、絶対これは1着は買っといてほしいなと思うぐらいいいかなと思います。今回ユニクロの回し物
んではございませんけどもね、これがいいじゃないかなと。ただこれ縮みます。なので、まあ、縮むのがちょっと嫌やとか、おしゃれ洗いするの邪魔くさいとか、もううちドラム式洗濯機やねんと、だからもうぶち込んで気づいたら乾いてるところまで行きたいんやけど、それやったらどっちって言われると先のベリノールの方がいいとは思うんですけど もう乾燥まで行くんやったらかなり縮みがあると思うので、僕みたいな感じでちょっといつものサイズより大きいサイズを選んでいただいて洗濯でぶち込むっていうのがいいとは思います。ただ結構縮むので、そんな時は次のやつが一番縮みがないんですよ。だからその次のやつを着ていただけるとドラム式洗濯機でも何の問題もなく着れると、すごい綺麗な流れで着てますね。じゃあ次何かというとこちらです。一番ニット地としては厚手やと思うんですけど、 3D クルーネックセーターということで、これに関しては3990円、値段的に言うと少し高く感じます。さっきのやつのメリノウールが3990円なのに、この普通のコットン使ってなんで3990円やろって思うんやけど、原価的にはこっちも絶対安いと思いますね。ただ僕ら消費者側からすると、洗濯機でぶち込めるっていうところの良さはこれにもあったりするので、肉厚感とかは全然こっちの方があるんですけども、希少価値とかはもう全くないですし、着心地とかも全然こっちの方はまあ普通やとは思うんですけど、ちょっと一回着てみましょう。はい、とまあこんな感じになってるわけなんですけども、おいおいお前なんかどれ着ても似合うようになってるやんけと思うかもしれないですけど、あのご安心ください。僕自分の似合う色しか、パーソナルカラーの色しか着てないので、全部似合う色をもうチョイスはしてるんですけども、少しねこうちょっとなんていうのこう肉厚感のあるような、まあセーターっぽい感じになってると思うんですけど、これも全然全然洗えるというか、まあアクリル60のコットン40なんで、普通に洗濯機で洗えるようになってるかなと思います。一応推奨は手洗いとは書いてますけども、まあ、特に問題ないかな。それやったらウールの方がもっと神経質に洗わなあかんので、ウールの方が多分大変やと思うんですけど、まあ、この辺も、まあ、3990円やったらまあ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 っていう感じで、他のブランドやったら多分7、8000円ぐらいかなと思うんですけど、まあ、僕みたいにねウールとかカシミヤ系とにかく嫌やねんっていう人もいてはるので、そういう方はこっちもいいかなと思うんですけど、これ見てもらったら分かる通り、ユニクロはめちゃくちゃ繊維とか、こだわってるとこ多いんですよね。特にニット系、ニット系はめっちゃ強いんですよ。で夏になったら何っていうと、同じ編み物生地の組織で T シャツが強くなってるんですね。だからユニクロといえばジャケットとかっていう人いてるけど、ジャケットは正直僕は外した方がいいかなと思ってて、こういうニットあと編み地系っていうのは強いので、そういうところにフォーカスしていく。でワークマンとかに関しては逆にジャケットとかっていう、その一番外に持ってくるのが性能的に強かったりするっていうのもあるので、それぞれやっぱみんな強い分野があるので、そこで買った方がまあなんていうの、一番僕ら消費者からしたらお得に買えるというか、一番いい味がするというか、スシロー行ったらずっとマグロ食ってるみたいなね、マグロが一番原価高いからなんか得になった気分みたいな。お前誰がスシロー行ってね、ずっと卵食ってるって、お前それ原価めちゃくちゃ安いし、子供かいでお前ハンバーグなんか軍艦みたいなの食ってたって、お前そんなもん原価安いでっていうのあるじゃないですか。じゃなくてマグロをずっと食い続けてた方がなんかちょっと得した気分になるっていう、この関西人特有のね損得感情入ってるんですけども、まあ、ニットはもう間違いなく、これ普通の時スタイルの人らと喋っても、これユニクロのメリノウールとかカシミヤとかやってるのを一番切ってるのちょっともうわけわからないですよねって言ったら、みんなが頭もう首をよれるぐらい、マジでそうなんですよ、価格崩壊してるんですよっていうぐらいとにかく仕上がってるということになってますので、そもそもの、分量が少ない、希少価値が高いっていうところもありますし、僕の視聴者さんでモンゴルの山奥に行ってカシミヤの、原毛っていう元々の糸をね、仕入れに行ってる方もいらっしゃるんですね。テキスタイルっていうか、まあそのもっと川上の方なんやけども、そういう原毛とかもなかなか希少価値が高くて手に入れなかったりとか、いろんな交渉しやんな手に入らへんっていうところで、まあユニクロはおそらく専属の、ところがあると思うので、契約してやってるんじゃないかなと思います。で似合うカラーについては、とにかくまあ自分の似合うカラー、パーソナルカラーってもう4シーズンしかないから、春夏秋冬のどれかなんですよ。でどれかさえ分かってれば、もう自分に似合う色って僕試着これしないんですけど、試着せんでも大体こう掴めるんですね。なのである程度自分の似合う色っていうのが分かってるのが大事じゃないかなと思いますし、あとねパンツで、パンツは、今それこそこういうミリタリー系が流行ってたりして、これ何やったっけな、パラシュートワイドパンツ、カーゴパンツみたいな感じなんだけど、これをおじさんが履いたらただのボロ着なんですよ。若い人が履くからおしゃれやん、おシャンティーじゃないですかなんて言うんですけど、おじさんが履いたらそのボロボロの服を着てどないしたんって、サバゲーでもすんのって言われるので、そういう時はじゃあ何を履いていくんかっていうと、こういったストレッチセルビッチスリムフィットジーンズっていう名前で3990円であるんですけど、これもテキスタイルやってる人からしたら、あの首も折れるもげるぐらい納得してくれてると思うけども、このセルビッチの生地っていうのがどんな生地なんかっていうと、ここにね、セルビッチって言ってこのデニムの横に白いのがありますよね。この白いのっていうのが生地のね端っこなんですよ。両端っこにこれがあるんやけど、これがある機械ってクラシックな機械じゃないとないんですよ。今の大量生産のバーってできるやつっていうのはそれがないんですけども、だからそのクラシックなやつを使ってるのかって言ったら、またそれはそれでちょっと実は違うん
んですね。それを模倣して最新のテクニカルっていうかテクノロジーで復刻させてるから大量生産させつつ横にセルビッチがあるみたいな感じのこともできたりするんですけど、まあ、これもねデニムってユニクロで言うたら貝原っていう岡山の有名なところで作ってたりしてて、有名ブランドとか、ハイブランドとかも使ってるんですけど、ただそれはまた違う機械のやつを使ってますけど、一応そこの会社で作られてるっていう分では一緒なんですけど、ユニクロの生地とそのハイブランドの生地が一緒ってことではないんやけども、それ誤解する人多いんですけどね、同じ会社では確かに作ってるけども生地は全く違うよってことなんで、それでも、まあ、セルビッチが3990円ちょっともうわけわからんなっていう状態なんで、まあ、特にねデニム離れが起こってますし、僕一応デニムのねジーンズソムリエっていうあの資格も持ってるんですけども、あんまりねあんなんかデニム最近履いてないなっていう方はまず一旦これぐらいの低価格から始めてもらって、やっぱり本物の、セルビッチの生地感の旗のこのボコボコ感と比べると全く違う、まあ、本物風ではあるんですけども、まずは本物風でもね体感してもらって、あうわこういうなんかこうガシガシした感じで、なおかつこうダメージ加工とか変な加工してないから、結構年配とか50、60とか70とかなっても全然履けるような、スタイルさえ良ければ全然履いたりとかできると思いますので、デニムってなんかちょっとこうカジュアルすぎるかなと思ってある方でも、あニットねこうやってデニム合わせると全然いけるやんっていう風になると思うので、ぜひねジーンズをちょっと、まあ、皆さん盛り上げていってほしいなと思いますし、セルビッチが3990円で買えるってこれも他ではありませんので、まあ、ユニクロならではという風に、まあ、これ神アイテムになってくるんじゃないかなと思います。で他ユニクロ確かにパンツいろいろ見たんですけど、他でもねスラックスとか綺麗なスラックスとかもあったりとかしてて、2番手に強いんやろうなと思って、一番強いのはとにかくもう編地です。ニットがとにかく強い、もうベラボに強いんですけど、次がパンツ系で、その次ってなってきたらもうあとまあジャケットとか、まあ、ダウンとか、まあ、そのあたりあんま変わらへんくなってくるから、僕は個人的にそれはちょっと違うところで買っていただいて、ちょっと柳さんにはちょっと申し訳ないけども違うところで買っていただいて、やっぱりニットでそれとパンツはユニクロで買うっていうのは全然ね問題ないんじゃないかなと思います。で最後に買ったんですけども、このウルトラストレッチっていうこの、まあ、パジャマなんですけどね、僕今バクネっていうなんか芸能人の方とかもよく着てるバクネっていうパジャマを着てるんですよ。それ着て寝ると睡眠の質が上がるとか言って一応着て寝てはいてるんですけど、全く分からん、そんなこと全然分からへんけども、まあ、これ実際着てみて、3990円なんですね、これも。で、これに今から着替えてみて、これの着心地とかが良ければ、もうバクね、セットアップで2万なんぼしますけど、それもやめちゃって、こっちに切り替えるっていうのもね、一つありかなと思いますので、ちょっと一回ね、着替えたいなと思います。はい、で、まあ着てみたんですけど、これなんかガソリンスタンドの店員さんみたいになってるけども、パジャマは普通サイズで良かったですね。XL でちょっと大きくしすぎました。ウエストがもうガボガボなってるので、多分僕は L、普通のいつも通りのサイズでいいかなと思うんですけども、まあどうなんやろ。なんか伸びますね。やっぱストレッチはしてるから、まあこれどうなんかなと思って買ってみたけど、まあこれも可もなく不可もなくっていう感じかなと思います。まあとにかくニットとデニムでしたがね、今パッてユニクロある中でこれええやんって、これ価格と合ってないやんっていうのは間違いなくこの辺はね合ってないんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。だから着心地ってね、実はこの原料から変えることによって変わってくるんやと。あこれコットンって言ってたよね、これってメリノウールっていうウールの中でもまた希少性の高いウールだったのよね。で次がカシミヤって言ってウールのもう一個上のランクのウールみたいな、毛があるんだよねっていうことがあったりだとか、まあ同じデニムでもこれセルビッチがついてるのってまた違うんやとか、で昔のデニムには全部これセルビッチがあったんですけど、今ってもう大量生産の時代になったんで、大量生産のものにはこのセルビッチがねどうもない、まあ非生産的に非効率やっていうのがあったりとかして、1日に作れる生地の量っていうのが何10着分とかほんまに何着分しかないんですね。だからセルビッチを使うってことはそんだけ手間暇がかかってるって言われたりはしてるんですけど、今はもう結構あの模倣した大量生産のやつが中国にあったりはしたりしてるんですけど、これに関しては確か岡山とは思うんですけど、じゃあこれのもう一個上のバージョン欲しいってなってきたら、例えば国内やったらマインデニムっていうね、もっとキムタクのデザイナーじゃなくてスタイリストの人がやってるようなジーパンとかも結構細身でこういう感じのねセルビッチのデニムがあったりっていうことで、結構デニムって言ったらもうボコボコしたこのハマちゃんスタイルみたいなボコボコのこうワイドパンツみたいなイメージなんですけど、こう綺麗なセルビッチのパンツとかも実はパターン次第ではあったりするんですね。細いからどうしてもストレッチ入れないときついと思うんですけど、綺麗なパターンで作ればなんとかこういう風にストレッチ効いて、これストレッチ効いてウレタン 2% 入ってますね。だからこれ 2% 入ってるから、まあまあ多少は動きづらさもないんちゃうかなと思います。でこういったあの紐のところがねステッチっていうんですけど、この紐のところがよくカジュアルなジーパンとかやったらオレンジとか黄色があったりするんですけど、これがねなんていうの灰色っていうかな、グレー濃いグレーみたいな色になってるので、遠くから見た時とかでもそんなにこうスラックス履いてるようにも見えたりするので、まずこの辺からデニムをねこう感じてもらったり、ニットを感じてもらったり、あ着心地ってそういうので変わってんやって、すいません、この今パジャマスタイルでお話したらちょっと説得力ないかもしれんけど、あ着心地ってこういうことで違いが出てくるの、なんで違うんかなと思ってたとかね、実はそれって編み方もまた違うんやなっていうところでね、洋服の沼の方へ皆さん入ってきていただければなというところで、最初入り口のトークということになっておりました。まあなのでね、これをきっかけに今やったらこう安くて、質のいい服っていっぱいあるよってみんな言うけど、じゃあそれいい質のやつ教えてよって言われたら、あれわからんってなってくるから、いい質のやつ僕が言うのはもうこの間違いなく5つになってますので、この5つは買っても間違いないと思いますので、ご安心していただければなと思います。僕はもうファーストリテアリングの
あの株を買ってるわけでもないですし、社員でも何でもないですし、繋がってもないんですけども、ほんまにいいなと思うものはいいと思いますし、正直微妙やなと思うものは微妙って言いますので、そういったことで今日は、神5をご紹介させていただいたということになっております。逆にね、ワークマンなんかで言うと、こういう肌に直接触れるのっていうのがちょっと苦手なブランドっていうか会社やったりするので、肌に直接当たるってことはやっぱ天然繊維じゃないと気持ちよさが出ないんですね。肌に直接当たるっていうと天然繊維なので、天然繊維っていうとユニクロが強いで、化学繊維、ポリエステル、ナイロンとかなってくるとワークマンが強くなってくるので、どっちかって言ったら肌着よりもアウターとかになってくるっていうのが、まあ、ワークマンなんで、同じ価格は安いんですけど、安ければ全部一緒っていうわけじゃないっていうところがね、また一つ面白いかなということで、本日はですね、ユニクロの神5をご紹介させていただいた動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。